サガントス、サガントス、サガントス、セーガントスは、日本の佐賀県都市をホームタウンとする、日本プロサッカーリーグ、J リーグに加盟する、プロサッカークラブ。1997年2月4日に創設され、1999年より、J リーグへ加盟している。ホームタウンの人口73,732人、推計人口、年月日現在は、 J リーグの全53クラブ、さらには J リーグ100年構想クラブを加えた60クラブの中でも最も小さい。ただし、県庁所在地の佐賀市でホームゲームを開催したり、2014年度まで佐賀市内にクラブのオフィシャルスポーツバー、ザ・セーガンを開設する佐賀県第二の都市である唐津市に株組織 U-15 唐津を設置する佐賀県全域で サッカースクールを開校するなど、スケ県全域での活動を行っている。さらには、同じ筑後川流域で、トス氏と地理的に関連の深い福岡県筑後地方でも、トス氏が、久留米市、小郡市などと組織する、筑後川流域クロスロード協議会がともして、佐賀を支援しているほか、スポンサーの一つであるブリジストンが、久留米市、浅倉市に設けた、 ブリジストンサッカースクールを佐賀が運営するなど、ホームタウン区域外での活動も行っている。2016年の J リーグスタジアム感染者調査報告書、トスは2015年8月27日の対アルビレックス新潟線で調査を実施によると、佐賀県外からの感染者は31.4%で、これは2016年度に同様の調査を行った、 J リーグ加盟、A、40クラブ中で、鹿島アントラーズガンバ大阪東京ベルディに次ぐ4番目に多い数値となっている。また、県内の感染者分布においても、佐賀市からの感染者が、県内感染者の21.1%と、ホームタウンの都市と同じ比率となっている。チーム名の、サガンは、砂流が固まって佐賀になるように、小さい力を集結させ、立ち向かうことを表す。 また、サガノにも通じている。運営母体は1997年から1998年シーズン途中まで、任意団体、サガントス FC、1998年途中から2004年までは、株式会社サガントス、2005年以降は株式会社、サガンドリームスである。ホームスタジアムは、トススタジアム、練習場は、トス市北部グラウンド及び、 トス氏陸上競技場である。詳細は、カキスタジアム、練習場候補を参照。クラブマスコットは、佐賀県の県取りである、カチガラスをモチーフとした、ウィントス。2018年現在、J2 から J1 へ昇格後、J2 への降格経験がない唯一のクラブである。1991年10月、佐賀県サッカー協会が、 当時静岡県リーグ一部所属の PJM フューチャーズ。当時の本拠地は静岡県浜松市の佐賀県への誘致を決定。1994年に栖市へホームタウンを移転するとともに、翌年より鳥栖フューチャーズ、鳥栖 F に改名することとし、J リーグ巡回員としても承認された。しかし、PJM ジャパンの撤退が原因となって、深刻な経営難に陥り、 1997年1月にチーム運営会社の株式会社佐賀スポーツクラブが解散を決議、1998年に破産廃止。この時存続を求める5万人を超える署名があったことなどを受け、トスフの受け皿となるチームとして1997年2月4日に佐賀県サッカー協会会長の中村康明を代表とする任意団体として、 サガンとスシーが発足した。しかし、急遽設立したため事務所もなければ、スタッフもいなかった。J リーグは、フロント要員として、関連会社で役員を務めていた、元横浜 M 常務の熊千陽二をスーパーアバイザーとして、派遣した。また、監督に、C 大阪元監督代行のソリンハクが就任した、か C 大阪からは、元コーチの坪田和美が、ヘッドコーチに、 佐賀県出身の佐藤真一はトスに期限付き移籍した。また、浦和と京都から練習儀が地元高校からビブス、用具メーカーからボールがそれぞれ寄贈された。2月13日に開かれたリーグ理事会で組織が承継されていないことから巡回員の資格は失うもののトス F が所属していた QJFL と同年のナビスコカップへの参加が 特例的に認められた。選手については、都政府解散から契約が、宙に浮いていた8選手、高崎力、鈴木俊、松田悦則、大森正幸、森安博田中哲也、森純一、工藤圭治と前日の佐藤らレンタル選手4人に加え、急遽行ったセレクションで獲得した8人の計20人となり、2月16日に新体制が発表された。 さらにシーズン開幕直前には戦力補充と経費削減のため関連会社が選手の人件費を負担しチームは勝利級や出場級のみ支給する社員選手の制度を検討これに市内の聖火店と電気工事店が協力し北内幸重と関本恒和が加入した1998年に株式会社サガントスとして法人化 社長には引き続き中村が就任。また、1999年から発足した J リーグディビジョン2への入会も決まった。トス F 解散に対する反省から新法人は大口のスポンサーは設けず、小口の株主を多くすることによって経営の安定化を図った。しかし、法人箇所年度から赤字続きで随時小口の融資を集めて増資ることで、 しのいだ結果、株主が多くなったことで、経営の主導権争いや、会社の経営方針に対する株主や関係者からの批判が相次ぎ、狙いとは逆に経営の混乱が続いた。1998年オフには、J リーグから2年契約で圧旋されていた、大口スポンサーとの契約が終了し時期、運営予算が大幅に減少、主力選手を多数解雇する羽目となった。 新戦力は補充したものの、入団テストの際に提示した条件は月給にして、およそ10万円で予算不足は明らかだった。当初から暫定的な社長就任であった中村の健康問題もあり、2001年9月には、当時の監督であった高祖和弘が、シーズン最終戦終了後に社長に就任する人事案を可決したが、後に撤回。 年が明けて2002年に半年前から取締役に就任していた建設、解体会社社長の小賀テル子が社長に就任した。しかし、小賀は自分の方針に反対する幹部、職員などを大量に解雇し、スタッフを一新したが、大口スポンサーの撤退が相次ぎ経営は厳しくなる一方で、同年11月には早くも小賀は辞任を表明したが結局留任するなどを混迷を、 さらに深めた。長らくの間、トスの戦力補強の特徴として、新卒の選手や試合に、なかなか出るチャンスの少なかった若手選手を積極的に補強し、試合に多く出場させるというものがあった。特に特別指定選手制度や期限付き移籍制度が導入されて、以降はこれらを積極的に活用し、そのまま翌年以降の完全移籍、 正式加入につなげているケースも少なくなかった。かつては、トスに加入する選手は長らく、他のチームから取ってもらえなかった選手が多い傾向があり、特別指定選手も翌年以降の加入につながらなかったケースも多々あったが、ビジネスホテルとして使われていた建物を選手寮として借り上げるなど、環境も整備されつつある。この理由として、トスの財政力では、 多額の遺跡金や契約金を投じた補強に頼れない点が挙げられる。トスの人件費は2014年で約11億7600万円で、これはこの年の J1 所属18クラブ中14クラブであり、平均約15億600万円より低くなっている。このこともあり、若手を育てて主力に成長させるという方針により、指導スタッフを充実させて、 徹底した走り込みをはじめとする猛練習に取り組んで鍛え上げている。特にシーズン開幕前の毎年1月から2月には都市内にある標高133メートルの朝日山の山頂まで反復して登る290段の早朝石段トレーニングをはじめとした1日3回の練習、3部練習が連日続き、このトレーニングの過酷さは遺跡選手も言及している。 この三部練習は、松本育夫監督の時に導入されたが、松本は1979年、昭和54年に日本ユース代表の監督を務めた時、夜間の体育館練習を含めた四部練習を、休みなしで1ヶ月続けた経験を持つ。2009年、平成21年の所属の選手の中には、地元佐賀県の出身が一人もおらず、ホームタウンを置く。 都道府県の出身者がいないのは J リーグ36クラブ、当時の中で唯一であった。その後も西登録選手の田本総平、2010年度、月成大輝、2010から2011年度、藤松公也、2016から2017年度、板橋与青、2017年度、特別指定選手の中島大輝、2015年度、以外には、 佐賀県で選手のいない状態が続いている。2011年以降は大卒の選手数人についてチームスポンサーでホームスタジアムの命名権を取得しているベストアメニティ社が社員として雇用し社員選手として在籍させる方針であると報じられいる。基本的にはチームの練習に参加し月1回程度社員教育を行う予定で引退後は ベストアメニティの社員として雇用するという。2015年以降大口スポンサー契約もあって、経営が安定してきたこともあり、2016年シーズン以降は、特別指定選手を契約せず、下部組織出身者を2種登録しており、補強方針に変化が見られる。月の選手は、後に、新卒でサガントスに加入した、選手、内定含む、 ホームスタジアムはトススタジアムであり、佐賀県総合運動場陸上競技場、佐賀市でも不定期にホームゲームを開催している。また、2001年第37節甲府戦に沖縄県総合運動公園陸上競技場、沖縄県沖縄市で沖縄県初となる J リーグ公式戦を開催した。練習場は、 トススタジアム北部グラウンド、トス市北部グラウンド、トス市陸上競技場であるが、佐賀県総合運動場陸上競技場、小郡市陸上競技場、福岡県も利用する。また、2013年4月にトススタジアム北部グラウンド内にクラブハウスが完成した。サガントスとしてのエンブレムは2015年のもので3代目になる。サガントスのアカデミーは U-18。 第2種、U-15U-15 からつ、第3種、U-12、第4種の育成部門、ユースセクションと、普及部門、サッカースクールで構成されている。U-18 は、都市ではなく、佐賀市高木瀬町の佐賀市健康運動センターサッカー、ラグビー場、2014年完成を、練習拠点としている。また全寮制であり、 健康運動センターそばと都市境西町の2課に選手寮を設けている。U-15 の2チームと U-12 は特定の練習拠点は所持していない。U-18 は2017年からプリンスリーグ九州に所属している。前年は県リーグ所属で2017年現在ユースのトップリーグであるプレミアリーグの所属経験はない。 トップへの昇格もユース一期生の古川隆史、2000年、昇格以外にはほぼ出場機会を得られなかった赤史大輔、2001年昇格、森田はじめ、2010年昇格の二人のみで日本代表を複数輩出した大分ユースやコンスタントにトップに選手を送り出している福岡ユースなど近隣のチームに対し育成力で後陣を排していたが、2017年に 年代別の代表経験のある石川慶人、田川徹介の二人がトップ昇格を果たした。この時、クラブ社長の竹原実は、やっとここまで来た。とコメントしている。U-15 の2チームは共に九州ユース、U-15 サッカーリーグに所属している。U-15 カラツは、県西部でのファン掘り起こしを狙うクラブと、 中学世代の育成拠点を求める地元の思いから2007年に発足していい。2017年に U-15 が第32回日本クラブユースサッカー選手権 U-15 大会で優勝を果たし、全カテゴリーを通じてトスに初の全国タイトルをもたらした。また、同年には高窓の宮杯第29回全日本ユース。 U-15 サッカー選手権大会も制し、U-15 世代の2冠を達成した。クラブ設立から長期間にわたり、育成部門は低迷していたが、クラブ経営が安定してからは、県の支援なども活用して、海外遠征も積極的に行っており、チーム単位や選手個人で、イタリア、韓国、オーストリアなどでトレーニングを行ったり、現地大会に参加したりしている。 またサッカースクールは、都市内3カ所、都市、北部、商工センターのほか、木山、佐賀、川添、小木、竹雄など県内各地で実施しているほか、県外の久留米市にもスクールを開校している。ただし、クラブ本拠地のある県以外でのスクール開校は、J リーグ規約に反するため、スポンサーでもあるブリジストンが、サッカースクールを開設して、それを佐賀ントスが、 運営管理を自宅する形でのせが特例として認められている。なお、タクラブがサポーターナンバーを12としているのに対し、サガントスは17を同ナンバーとしている。これには、スタメン11人の選手と控え選手5人の計16名、制定当時、現在は18名の次として共に戦う17番目の選手という意味合いもある。 クラブ経営が行き詰まり、クラブ解散が濃厚となった二千四年、平成十六年九月、佐賀県と県内各市町村は、県内の企業、団体などと共同で、佐賀の公演団体、佐賀県プロサッカー振興協議会立ち上げた。この会では、佐賀を県民参加型のクラブ運営にするため、ホームゲーム、トススタジアム、佐賀県総合運動上陸上競技場で、開催に、 各市町村の市民を招待するほか、サガンの選手を招いた少年サッカー教室や、各種イベントを展開するというもの。また、2005年、平成17年のシーズン開幕前には、トススタジアムにこの会の事務所を移転させた。クラブ事務所との併設となり、チームとの連携をより強化することになった。2014年12月現在、52の企業、団体などが会員となっている。 サガンとスの決算は次の通り楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。